はい、どうもマノチです。よろしくお願いします。マイライフやっていきましょう。今現在の順位がこんな感じです。こんな感じです。残り100ゲームですね。まずは1位にならないとな。ほんとなんか俺の調子次第って感じだと思うんだけど、ちょっと今シーズンね、まあまあまあの結果を残し続けてはいるんだけど、ね、なかなかこうがっつりと500万円来ちゃったやん。今から評価上げる必要ないんじゃないかとすら思ってきたわ。はい、まあなんとか結果残しましょう。で、あの初夢がね、いつ見た夢が初夢なのか分かんないみたいな話をね、昨日したと思うんだけども、ね、調べてみたんだよね。そしたらね、ちょっと待ってね、今これ録画できてる俺。あれ？録画できてない？できてるね。大丈夫だね。すいませんね。できてるできてる。大丈夫だわ。ごめんなさいね。で、あの、初夢のこと調べてみたのさ。そしたらね、まあ12月31日に寝て見る夢のことだったり、1月1日に寝て見る夢だったり、下手する1月2日だったりと、結構ね曖昧らしいのさ。まあちゃんとした決まりはないらしくて、まあ俺調べたけどね、惜しい。で、まあとりあえずもう年明けにこう一番最初に見た夢、それも初夢だよっていう、本当になんか大雑把な決まりというかね、そういう感じだったのさ。で、一応今これ撮ってるのが1月2日だから、前日の1月1日に寝た夢は、ちゃんとメモりました。起きてすぐにデパートに行くのよ。で、そのデパートの中の店舗に実際はないと思うんだけど、ちょっと待ってね、全然バットに当たんねえや。第3球を投げた、流し打ち、どうだ、掴みました。まあまあ大丈夫だ、いけるいける。そのデパートの店舗に、まあ、実際お店としてはないと思うんだけど、スマートフォンのレンタルをしてるお店があって、で、まあ、そのお店に入るのさ俺は。で、ナイバッチ、お店に入って、で、スマホがねずらーって並んでるのよ。で、俺がそのずらーって並んでる陳列棚の前に立って、あ、貸し出しなんてやってるんだって言ったら、女性の店員が俺に話しかけてくるのさ。白い服着てて、髪が黒髪で、セミロングぐらいかな長さは。で、目がパッチリして、まあ結構可愛い感じの女性が話しかけてくるんだけど、すげえ態度悪くて、俺がね、あ、貸し出しやってんだってボソって言ったら、おめえに関係ねえべみたいなこと言ってくんの。すげえ口悪くて態度悪いので、なんだこの野郎と思って、で、まあまあまあいいやと思って、で、お店の中をこううろちょろして、もう一回そのね、スマホの陳列棚のところに行くのよ俺が。で、そこにアンドロイド端末しか置いてなくて、あ、iPhone って置いてないんだと思って、で、あ、iPhone ないんだって言ったら、またその店員が来て、見りゃわかるしょみたいな、は、お前なんなのと思って、で、まあ夢だから、そっからもう急に場面チェンジしちゃって、夢の中でね。で、場面は俺の部屋からになるんだけど、ちょっと待って、ワンタイムやるから。よし、はい。で、まあ家の俺の部屋からまた始まるんだけど、で、俺の部屋に行ったら俺のスマホが鳴るのさ、電話ね。で、入って出たら、その態度の悪い店員なので、夢だからどこで知り得た情報か分かんないんだけど、その女性は24歳なのさ。 なぜか俺もそれ知ってるので、結構可愛い感じで、けど相変わらず態度が悪いみたいな感じなのさ。で、電話かかってきて、今からお前の家燃やしに行くからなって言われるんだよね。何こいつ超怖えって思って、そこでパッて目が覚めちゃってたんだけど、まあ、それが初夢だったのさ。で、ちょっと夢占いでね、ちょっと検索探してみたの。
第9、まあ、その家を燃やすっていうから、まあ、その火事っていうキーワードで夢占いので検索してみたんですよ、ね、どんな意味を持ってるのかっていうことで、まあ、ちょっと細かな意味はね覚えてないんだけど、結構夢としては火事の夢ってのはいい夢らしいね。第5球投げました。でね、俺思ったんだ、24歳っていう情報どこで知り得たか知らないけど、俺が知ってて、で見た目もはっきり覚えてるんだよね。でその家を燃やしに行くぞっていう、まあ、その火事だよね。それ結構いい意味らしいから、もしかしたら俺24歳の年下の彼女ができるんじゃないかと思ってるわけです。ごめんね、俺彼女できちゃったらすいませんね。多分ね、女性ファンは悲しむと思うんですけどね。ナダーチ、っていう初夢でした。第9、刻むとボール。第2球、あら、ボテボテのショートゴロ、アウト、スリーアウトチェンジ。ちゃんとメモったからね、俺起きた時にね、動画の中で話そうと思ってさ。見事な完投勝利です。ファイターズ。まあなんやかんや大丈夫、活躍できてる、生きてる生きてる。前々回の動画から、中日ドラゴンズの選手で誰が一番好きですか、浅尾選手ですね。多分これはもう揺らぐことないと思います。この先すごく好きです。はい、おお、ありがとうございます。ぜひホームランバットをください。打点を6試合連続、はい、まあ意識せずやってきます。これは6月の1日か、何しようかな、とりあえずブログ書いておきますか。日常、アウトドアスポーツについていろいろ思うことを書いた。なんか完璧無視されたってこと。10勝9敗すいませんね、間の茶足引っ張ったからね。ありがとうございます。はい、お疲れ様です。おポスターに間の茶選手の写真が使われることになった、いいですね。はい、町中に間の内選手のポスターが貼り出されますよ。町中の銃ってこれか、地に点々じゃないのか。はい、何すっかな。そういえばね、昨日だったかな、ちょっと待ってよ、違うな、前々回かな、ちょっと待ってね、結構気になる、あったあったあった、遠征先でお出かけしまくるとバット工房とか出てきて、オリジナルのバット作れたり直したりしてくれます。これ楽しそうだね、いろいろ楽しいですよってコメントもあって、遠征先か、ちょっとしばらくホームだからな、ちょっともう一回ゴルフしとくか。遠征先のどこに行けばいいんだろうね。お出かけしまくるとって書き方しかされてないから、お出かけしまくってればいいのかな。あ、遅い、タイミングバッチリだって。よし、
なんとか1億8000万まで持っていけば次の給料で家買えるな。頑張るか。4回ぐらいでしょゴルフ。ちょっと見てる方には申し訳ないけど、あそうだ、6月最初プレイヤーズデーだもんね、マノチのね。だいたいプレイヤーズデーは活躍してるから今まで過去は。ちょっと視聴者の方に申し訳ないけど、ちょっとゴルフ4回ぐらいは、します。ほんと作業的なところを見せちゃうことになるけどね。陽大館はトリプルスリー達成できると思いますか。本人は目指すと言っていました。まあ全然目指すのはいいんですけど、達成できるとは思ってません。はい。サクセスで打ちにくい投手は誰ですか。ピッチャーしか作ったことがないんで分かんないです。12時ドラゴンセパ交流戦3ツーアウトランナー1塁という場面で安打製造機マノ、あと1本で300本塁打となります。あと何本聞き逃した。3本プレイヤーズでにかましたくない。第3球を投げた、引っ張った、アルボール。第4球を投げました、高めの変化球。カウントは3ボール1ストライク。次は5球目。うわうわ、レイス一塁キャンパス、うわ3アウト。あと1本。第9投げました、アウトロー際どい球ボール。第2球投げました、強い当たり。あと1本でしょ。今右側にチラッと映ったのホームラン、これ300打点どっち。とりあえず何かが300だね。あ、305本塁打だって。スライダーを完璧に捉えました、主砲の一振りで同点。マノ、ここで来た。どうもどうも、ナルトみたいな花ですね。はい、ありがとうございます。カレーでしたね。いいんじゃない、プレイヤーズデーにめでたいことやったっつうのはいいんじゃないですか。まずは一塁牽制、タッチはセーフ。第9投げました、ストレートはボール。まずはアウトコース高め、ここはよく選びました、ボール。バッターよく見ました、カウントは2ボール。投げました、ボール。どうした、アウトコースへ、カウント3ボールノーストライクです。第4球を投げた、変化球よし、見送ってフォアボール。打つぜ。第9投げた、打ちました、初球打ち、ナイバッチ、センター前クリーンヒット。マノヒットを放ちました。ファイターズチャンス、打ちましょう。第9初球外れても1球外してきました。第2球投げた、ボール。カウントは2ボールノーストライク。投げた、インロー際どい球ボール。カウントは3ボールノーストライク。第4球をうわ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 、得意の出た。得意の出た。見事ドラゴンズを下しました。いやーちょっとヒーローなれなかったのかな。まあただまあいいです、 OK です。はい、休養しないと。おう、マヌッチー、おう、ありがとう。休養できない。やあマヌッチ君、任せて見てて。今年新しく始めてみたいこと、かっこ趣味などはありますか。理由もつけてお願いします。特
にないかな。あるっちゃある。 YouTube でのことなんだけど、もうちょい野球から離れてみたいかなと。離れて動画を作ってみたいなっていう気はしてるかな。まあ野球がね好きでこういうことやってるからあれなんだけど、それ以外でもその動画のジャンルの幅を広げてみたいなって気はしてます。気はしてるってぐらい。2回の裏1点を追いかけますファイターズの攻撃。バッターは安打製造機マノ。投げた初球、うわー惜しい。第2球投げました。スクリーン、いや1球目のスクリーンもったいな。タイミングすげえ良かったと思うんだけどな。カーソル位置が悪かったな。投げました高め、ボール。カウントは2ボール1ストライク。投球これから4球目。打ったレフト方向へ持っていきましたが、レフトバックしていった、うん、取りました。これでワンアウト。ドラゴンズファイター、よし来い。第9初球はストライク。まずは見送りました。第2球投げました。ストレートはボール。カウントワンボールワンストライク。第3球を投げました。打った。ライナーバッチ。ヒット出るね。ヒット出るね。ヒットを放ちました。第9投げました。初球を打ちました。レフトへ。取れない。取れないと思う。取れちゃったわ。これで3アウトになります。第9投げた初球早い。完全なボール球。さあ次の投球2球目ストライク。投げたインコース低めストライク。バッター追い込まれました。投げた流し打ち、うまいでしょ、うまいでしょ。これが流し打ちの申し子だよ。ファイターズあれ狙ってたからな、ね、一見しょぼい当たりに見えたようだけども、あれは狙ってたから。嘘です。はい、おう、すまねえ。でしょ、いや嫌がらせでしかないものもらったわ。お、気づけばあれじゃないですか、スポーツ王は俺だがもう始まってるよ。今撮ってる時間がそうだよ。今19時ちょっと前ぐらいだから、休養で。休養で。さあツバメキラーってところをお見せしましょう。マノッチ選手へ。私はマノッチ選手の大ファンです。マノッチ選手の活躍いつも見ております。最近はマノッチ選手にオールスターに選ばれてほしくて毎日投票しています。ファン投票1位になることを祈っています。頑張ってください。ありがとう。おう、美味しくいただくよ。忘れた頃にね。ゴルフ、なんかコメント読んでっか、こういう時にね。マイケン、ドジャース決まりましたが、マノッチさんこれについてどう思いますか。ワンタンメン。またなんか今大会の賞金アップすんの。いくらなんだろう。まだ俺しばらくホームにいるよね。もう一回行こうぜ。じゃあレベル3がマックスなんだね、その施設のマックスレベルっつうので。またマイケンは何勝ぐらいすると思いますか。俺ね、メジャー事情全く知らないから、ドジャースがどういうチーム
なのかとかも全然知らないし分かんないけども、だからまあ移籍できてよかったなっていう感じかな。だそのチームにフィットするのかどうかとかも全然予想もつかないけども、あとマイケンが何勝ぐらいするか、まあこれは俺の勘になっちゃうけど2桁はいかないと思ってます。8勝ぐらいかなと。あーどうだろうな、最初の1年はいくと思う、2桁それ以降はちょっと難しいかなと思います。初球決まってストライク、第2球もう1球外します、一塁へ牽制球を送ります、一塁タッチセーフ、もう一回ここで一塁へ牽制球を、見てて、ツバメキラーの実力を、ランナーの動きを警戒しています。打ったこれは強烈、入れば先制だ、打球はそのまま伸びて、惜しい、フェンス直撃、ボールは中継、ナバッチ第9球投げた、ボール、第2球見送ってボール、カウントは2ボールノーストライクです。一塁牽制、タッチはセーフ、もう一度一塁牽制球です、タッチセーフ、再び牽制、いやーダメだ、もうこうなると俺無理、小川再三ランナーを牽制しました、詰めボールが回った、ほんと牽制やだな、ボールを掴んだ、アウト、あれほどうざったいもんないね。6回の裏、第9球投げた、見送ってストライク、第2球落ちるボールは空振り、バッター追い込まれました、調子に行こうか、追い込んでから投げました、あー空振り三振、ホームラン打ちてえな、第9球投げました、ライブ高め見送ってストライク、投球これから2球目、外外れてボール、カウントワンボールワンストライク、投球は3球目、打ちました、ファウルグラウンドで取りました、大したことないの、ツバメキラーも、ファイターズ2点差で逃げ切りました、全然本日のヒーロー取れません。6試合連続か、ちょっと継続していきたいな、お出かけ、ちょっとゴルフゴルフ、あ黄色くなってるマークが、はい、よしやるぞ、多分やること自体は変わんないでしょ、どう優勝できた、よし、うわだ、すげえ刻んできたなそんな中途半端に増えてくると思わなかった、500ぐらいいくのかなと思ってたけどな、60万で刻んでくるのか、試合、まのちさんはスマホ版のパワープロしてますか、以前もねそういうコメントがあったとは思うんですけども、やってないです、やったことあるよ、まあ比較的最近やったっちゃやったんだけど、であまりにも自分に向いてないゲームだなと思ったんですぐにやめてます。日ハムで1番バッターに一番向いているのは誰でしょうか、俺が監督だったら西川春樹なんだね、もう年間通して怪我さえしない限りもう固定して西川春樹を絶対使うんだけど、ただ容体感かなと思うけどな、ここはよく選びました、カウントは2ボールノーストライク、3球目ストライク、第4球を投げた、やっぱり1番バッター、あと4番バッターもそうだと思うけど、キャラクターって大事だと思うんだよね。
その、うん、1番バッターっぽいキャラクター、4番バッターっぽいキャラクター、特にプロの選手だったらなおさら。第2球投げた、打ちました。そういうこと考えたら陽大感が収まりいいんじゃないかなと思うけどね。スリーベースでサイクルか。投げた、もうごめん誰だルーキーかい。1年目だ、ルーキーだ。有本、第2球投げた、アウトロー際どい球、ルーキー殺しどこ見せようか。カウントは2ボールノンストライクです。打った、これはいい当たりだ、さらに伸びていく、ナイスホームラン。プロは厳しかっただろ。第9投げた、低めボール。第2球打ちました、ファーストショット。うわ頼む、出ろ出ろ出ろ、くそ。ナーブソン、4安打かい。さて本日どうもお久しぶり。本当に今日は2人とも、5打数4安打。いやー久々爆発したね、さすがツバメキラーですな。はい、また神主か、面白くないですよ。おう、やっぱあれだな、張本さん見に来ると活躍するな。あと1試合取ってもらおうかな、俺スポーツ王は俺だみたいし。お出かけ、これで一切お金使わずに給料日まで過ごせば2億だ。まあここ優勝しての話だけど、はい、これで次の給料日で2億確定だ多分ね。よし、じゃあ、今日のラスト1試合やっていきたいと思います。最後バシッと活躍して終わろうぜ。前回だったかな、前々回だったかなのコメントで、次の企画マイライフね、ピッチャーってことで、目標は何かあるのかっていう、コメントがありまして、まあ一応ね企画スタート時にもまた改めて言うとは思うんですけど、一応リリーフピッチャーでやりたいと思ってて、50試合登板かなと思ってます。とりあえずね、そのやっていく中で俺ピッチャー操作をね、こう長時間まともにやったこともないんで、俺がどこまでできるかってのも分かんないし、まあ本当にまあ全然手探りの状態で企画を始めちゃうんだけど、とりあえず50試合は登板したいなと思ってます。あわよくば60、70とか。まあ印象の話だけどさ、多分70試合出れば本当こいついつも試合出てんなってなると思うんだよね。だって2試合に1回出てるわけだから。そんな選手になってみたいなっていう感じかな。間の内選手最後の試合でまさか打てないって感じです。見送ってストライク、まずは見送りました。第2球投げました、ボール、カウントワンボールワンストライク。第3球を投げました。3球目ストライク。第4球を投げた。打ちました。三遊間の打球。アウト。スリーアウトチェンジ。ひー。4
いや、いい試合ですな、いい試合ですな、オンマンタに。第9投げた、フォークボール見送ってストライク。第2球投げた、2球目ストライク。こういう試合でこそ打たなきゃですよ。第3球を投げた、インコース低め、フォークは外れてボール、カウント1ボール2ストライク。投げた、うわ、しょべリングアウトの3人。しょべおおおおおランナーは10回の裏、ランナーいない、ランナーいるよ、サヨナラチャンスなのに。投げました、ストライク、えぐい。第2球投げました、打ちました、センター方向に持ってきましたが掴みました。連続ランナー止まる。ランナーファイターズ悔しい敗戦です。もう一試合やろうかな。いや、やめよう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 。なんか気分悪いよな。次の動画で多分家を変えるんじゃないかな。お、マノチ1位ですね。6月9日69、マノチの父親の誕生日です。本当の話です。本当の話ですよ。6と9、ここで生まれてますよ、私の父親は。年いくつか知らないけど。はい、今現在の順位こんな感じです。お、1位ですね。さすがに間のうち若干活躍したからね。はい、よし、今回はここで終わりますか。終わりましょう。ホームラン王は俺だ、じゃねえや。スポーツ王は俺だ。見ようと思います。はい、そんじゃ終わります。また明日。バイバイ。